はい、では12レース2乗戦1着で勝ち上げました冬の脇本優太選手です。はい、お疲れ様でした。はい、まあ、最後7番手からになりましたけども、組み立てはどうでしたでしょうか。まあ、後ろから構えて、まあ、誰か中段から行ってくれたらラッキーぐらいで、まあ、行かなければ自分から、まあ、ジャンのところで仕掛けようというふうに思ってました。まあ、いつも通りみんなが牽制し合ってし合って、まあ、ジャンのところでという形でしたけど、とんでもないところ走ってました。ちょっと危なかったですかなりちょっと金網に当たりそうだったので、ちょっとバック踏んだというか力が出てしまったので、まあ、そのあたりは、まあ、しょうがないかなというふうに思います。まあ、それで、まあ、ライン的にもできるのが遅くなって、まあ、しょうがないと思います。本来なら直線で出るはずだったんですけども、かなりテンポが遅れてしまったので、まあ、しょうがないですね。まあ、2学過ぎでできたところは、まあ、後ろ中川さんに関しては見えてましたか。いや、もう全然見えてないです。もう前だけをっていう、もうしっかり踏み切ることしか考えてなかったので、この後はケア中心にっていう、まあ、そうですね。足の状態はもう前回と変わらずなんですけど、しっかり体休めないと、まあ、多分後で響くかなというふうに思うので、まあ、まだ分かんないですけど、まあ、FP 勢は4人で弟子も2人勝ち上がって、連携も、まあ、あるとしたら千田選手だけですけど、まあ、でもグループとしては寺崎君も含めてしっかり勝ち上がれているので、まあ、いい流れかなというふうに思います。わかりました。ではこの後に向けて意気込みをお願いします。そうですね、ちょっと今日はかなりしんどい思いをして、まあ、なんとか1着取れたんですけども、明日もしっかり気負わずに1着取りに行って、またインタビューを受けれたらと思います。よろしくお願いします。